次はですね、はい、リベラルたちはナショナリズムを取り戻すことができるか。はい、ね、こちらでございますね。どっち、あ、これか、はい、はい、まあ、これリベラル側なんでしょうね、はい、ヤシカモン、モンクという方がいらっしゃいます、うん、この方はですね、その、民主主義とかそういうことをいろいろ書いてる方、おそらくこの人はリベラルの人だと思います、はい、ニューヨークタイムズのオピニオン欄で3月5日にこういうことを書いてました、うん、はい、How liberals can reclaim nationalism と、うん、はい、ナショナリズムって今すごい強い力じゃないですか。そうですね、これは昔からもう、あの、宮下も本の中でも何度も言ってたところなんですけど、うん、はい、ナショナリズムが今実は、なんですか、ヨーロッパを徘徊してますよね。はい、そうするとヨーロッパの中で一番強く、うん、強くなって、はい、だから移民を排斥しろっていう状況になってる、はいはいはい、でリベラルの人の人たちは、うん、はい、このナショナリズムを実はある意味その見ようとしなかったというか、うん、排除してきましたね、はい、いや、もう、いや、それよりとにかく移民を入れるんだと、はい、俺たちリベラルなんだ、グローバルで、グローバルだと、はいはい、つまりグローバリスト、今構造としてはですよ、うん、世界でグローバリストと呼ばれる、まあ、陣営と、はい、うん、ナショナリストの戦いが今実はできちゃって、まあ、これはあんまり国内問題優先派ですよね。そうですね、と、はい、やっぱりこの市場開放で人も入れるという、はいはい、世界経済もしっかり上げていこうみたいな感じの、ね、はい、まあ、どっちも僕は別にどっちだと思うんですが、はい、ですよ、うん、ナショナリズムがこちらですよ、うん、この方、はい、破壊的になってると、うん、これは問題だと、うん、ナショナリズムはこの人、ね、のハーフワイルドビーストだって言ってるんですよ、はい、半分野生の半分野獣です。やっぱりあの移民を排斥しようみたいな形になってるから、暴力的だとか暴力的にそうなっちゃう、はい、でそういう意味でのナショナリズムが今非常に野獣になってると、はい、まあ、彼は明らかにグローバリスト目線なんですけど、はい、でこの効果をこういうねやばいね、はい、野獣を防ぐためにはどうしたらいいか、はい、我々は、うん、我々のアイデンティティを変えなければならないんだってことを言うんですよ、はい、あ、どういうことをやる、うん、マカロン、マカロンじゃねえ、マクロンを見ろと、はい、フランスの大統領、はいはい、あの方は、うん、どこか、マルセイユかな、どっかに演説しに行ったんですね、はい、で演説しに行った時に結構有名なシーンがあって、はい、反対派、マクロンの反対派が、うん、何人かわーっといて、はい、移民排除しろとかわーとか言ってた、うん、ところがそれに反対にマクロンもやっぱ支持する、うん、まあ、いわゆるグローバル派というか、うん、はい、そちらの方もいて、うん、いや、どんどん移民も入れた上でのフランスとしてのこのオープンなフランスというアイデンティティを守るんだっていうことを言ったわけですよ、うん、はい、でこれをですね、この彼自身はそれを言いつつ、あそこに排除するようなやつら、あいつらは私の本当のフランスではないと、本当のフランス人ではないと、うん、本当のフランス人はいろんな移民の顔を持ちつつもフランスの文化を守り、うん、そこがちょっとすごい矛盾してるなと思うんですけど、いやいやいや、彼言うんですよ、フランスの あのアレディーを守り、うん、全てを受け入れつつ、うん、フランスをこの、に対する愛国、うん、つまり、なんですかね、コレクティブ、あの、ペイトリオ、すみません、ここに書いたんですけど、ね、インクルーシブペイトリオリズム、もうつまりインクルーシブ、そう、つまり、はい、あの受け入れつつも愛国をっていう、はいはい、だからあそこにいるマルセイユの人はマルセイユの人であると同時に、うん、誇りを持ったフランス人である、ドーンというビジョンを出される、フランス人意識がいっぱいね、はい、移民の人たちが来てて、はいはいはい、自分たちはフランス人だって意識あるんですかね、フランス人っていうのは、うん、やっぱフランス語っていう言葉にやっぱ酔いしれてる部分がすごくあるじゃないですか、で、英語で聞いてもフランス語で答える、答える、で、はい、フランス語を喋った瞬間にそいつはフランス人になるわけですよ、うん、はい、あ、彼らの感覚の中では、僕がやっぱり 見聞きしてるパターンとしてはそうですね、うん、やっぱり、うん、なので、うん、フランス、あの美しい我々と同じフランス語を喋る人間は同じフランス人としての、はい、肌の色とか、まあ、関係ない、そこに超越した、うん、そのナショナリズム的なものを、はい、もっとナショナリズムの質を変えてですね、はい、文化も含めた上でのナショナリズムってことに構築しよう、うん、みたいなことを彼は最終的に言うと、マカロンの、はい、態度から、はい、こういう、はい、新しいナショナリズムを提唱するんですけ ど、はい、大丈夫なのかなと、これ、はい、できるのかなっていうことですよね、なるほど、はい、つまり彼の言いたいことは、はい、ナショナリズムを我々取り込まないと、うん、でしかもその野獣をね、うん、うまくこう、テイミングするというか、はいはい、手なずけないと、はい、我々は本当はこれリベラルは復活できない、はい、という話をしてるんです。なるほど。和田さん、これに関してはどう思いますか。いやー、まあなあ。だから、はい、日本を、うん、ナショナリズムを取り込めと。そうです、そうです、ね、リベラルなアイディアを持ちつつも、うん、でもそれ本当にできるのかよって話です。僕はこれ見てて相当理想主義なこと言ってんなっていう、うん、はいはいはい、無理じゃないかと。マクロンだってそんなことできるのかなと、
言ってるだけで、まあ、でもそれで一応ほら彼 国政選挙では勝ちましたからね、一応勝ったけれどもこれからでしょう、うん、実務の部分でね、実務の部分でやっぱりその他の国は結構、ナショナリズムが勝ってきてるわけじゃないですか、はい、でここで、まあ、テロだとかね、あそういったものがあった時にどういうふうに対応していくのか、事件があった時に、まあ、うん、まあ、あの多分ドイツの真似していくしかねえと、人を入れつつも、まあまあね、入れつつも、はい、で要するにね、僕が思うのは、はいはいはい、ドイツとフランスは、ええ、結局アメリカの真似をしていくしかないと思ってるんじゃないですか。まあ移民国家、移民を入れて、で人口を増やして、うん、それで経済力をつけていくのが、うんうん、もう新しい国のあり方なんじゃないか、まあ、そうですね、っていうのを、そういう意味では、はい、アメリカですよね、そうです、アメリカのやり方を、うん、結局その中規模国家も、うん、真似ていくしかないと、そうしないと、まあ、当然アメリカにかなわないというふうに、うん、まあ、アメリカは敵として考えてるわけじゃないけれども、うんうんうん、やっぱ世界的な流れとしてはその流れでどうやって移民を入れてそれを国の力にしていくかっていう、活性化させていくね、そうですね、行くパターンにを選択してるんじゃないかっていうことですね、ドイツとフランスは。そうですけどね、でイギリスはそれをやめたと、うん、そうですね、今回のブレグジットで、はい、っていうことなんですけど、うん、アメリカの場合はね、はい、一つ逃げがあるというか、はい、アメリカってやっぱり人口国家じゃないですか、はい、で一つの理想を掲げて、ね、まあ、最近トランプはこれ理想外してますけど、うんうん、理想を掲げる、つまりこれはアメリカってまだ未完成っていうイメージがあると、はい、うんうんうん、アメリカってやっぱりある程度有利なんですよ、まあですね、理想のアメリカに向かって今行きつつあるからという、まあ一応この線的なイメージというか、うん、そこに向かってんだから途中でいろんな障害はあるけど、うん、黒人も大統領になったし、はい、我々それからの、まあ、トランプみたいなのたまに出てきちゃったけど、うん、でも我々まだ統合して、ね、はい、いろいろ出てきて、まあ、素晴らしい世界、まあ、世界に冠たる、行けてるアメリカ、そう、はい、目指すんだと、はいはいはい、そういうことは言えるじゃないですか、ね、未完成であることをアピールすれば、はい、アメリカはまだまあ生きようがあるっちゃ、ね、ただフランスにそれがあるかっていうと、フランスはいや文化の素晴らしさとかありますよ、はい、それはもちろんやはり、うん、フランス革命失敗だったと認めてからじゃないですか。いやそっからじゃないと、いやいや彼らの中でそれはもう否定はできないですよね、公的には。そうですね、いや中ではだから王様好きな人ってめっちゃいるんですよ、はい、だって、はい、フランスが今、うん、食えてるのは、はいはいはい、フランス革命以前の資産で食ってるわけじゃないですか。まあまあまあ、はい、そういうところもありますね、はい、もうフランス革命以前の貴族文化で、はい、世界をリードして観光地になったり、あとブランドが ね、はい、世界に広がっていって、はいはいはい、ルイ・ヴィトンだとかね、はいはい、ああいうのがいってみんなの憧れの商品だっていうことになって稼いでるわけじゃないですか、まあ、それもそうなんですけど、それがその昔の資産で食ってる、新しくここ100年ぐらいで、はいはい、フランスが何かすごいもの作ったかというところじゃないですか。いやいっぱいあると思いますよ。思いますよ。はい、思いますよ。いやいやいや、ヨーロッパにいたコンコルドとか、コンコルド、ね、コンコルドとか、ね、今飛んでないじゃないですか。ラファールとかね、いろいろエクゾゼミサイルとかあるじゃないですか。ダメかな。いやもうないんで。いやないはずな、ない。はいはい。なので、まあ、ちょっとそこら辺をね、私は思うわけですよ、はい、ちょっとその、昔の方が良かったんじゃないですかっていうところはありますね。それ言ったら、だから日本も結構江戸時代の遺産で食ってるとかいう人もいますよね、たまにはね、明治の遺産で食ってるとか、いやだって明治の遺産は別に、ね、江戸を、うん、江戸前のものを復活させて近代化も入れたっていう、王政復古というね、ダブルスタンダード同時にやったわけですよ、はいはい、昔に戻ろうじゃないかと言いながら、はいはいはい、めっちゃ近代化したっていう、いやでも、うん、やっぱりその国で、僕これ、うん、僕の持論なんですけど、はい、ある程度どっかの国が新しいものをやろうとしたら、うん、結構過去からやっぱインスピレーション持ってくるしかないんですよね、本当はね、本当はね、はい、でも日本はそれうまくいったわけです、まあ、そうですね、はい、トルコだって、まあ、今のトルコですよ、はい、今のトルコだったら、はい、その前のオスマントルコがやっぱり理想になってるわけじゃないですか、はい、中国なんかの場合も今トルコはちょっと宗教がね、はい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 、ちょっとまあアタテルクの遺産がなくなってますよね今ね、本当に、なんかそういう意味では
あの車のギアをバックに入れてずっと行ってる動画がアップされそうなチャージですけど、ね、それかあのそれか、はい、あの確かに確かにエルドアンがやってることはね、うん、いう気もしますけど ね、まあ、ね中国はまあ全然関係のない昔帝国時代のね帝国がね、はい、かつてそこにあったってだけで習近平と全く関係ない、はいはいはい、かつてそういうのがあったからそれを目指そう、まあ、でもアメリカもなんだかんだ言って、うん結局前に進むためにはって言ったら必ず建国の父って言うんですよね、はい、そうですね。ファンディングファザーズたちが何を目指したのかって、はい、いやあんたあの時代のこの枠組みしかないのに、うん、それからそこのあの時代のフリーマーケットの話今持ってきてどうすんなとか僕結構思うんですけ どやっぱアメリカ人をやっぱ心を打つのはやっぱりあの時代の話なんですよね、はいはいはい、まだ何もない東部13州のみたいな話を必ず持ってきて、ね、いや日本も多分そうだと思いますよ、うんはい、そういう意味では別に僕はどの国もある程度やってることなんですけど、はい、フランスの場合はどうなのかなっていうところとか、はいうん、ありますねいろいろ考えるところ、はい、日本はやっぱりまだ敗戦の恐怖症が残ってて、はいありますその傷があって、うん、それでその自分の憲法も変えることもできない、はいはいはい犯罪者意識をこう植え付けられた状態でいる以上、うん、あんまりグローバルにはしちゃうちょっと危ないですよねナショナリズムを一応ちゃんと作っとかないと、うんうんうん、あの健全なナショナリズム、うん、健全なナショナリズムを作らないと愛国心がない状態で外人を受け入れたら、はいはいはい、やっぱこうボロボロになりますよ、はいはいはい、今のままだと、はい、ナショナリズムはハーフワイルドビーストだと、まあはい、ナショナリズムは野獣であるとこの人は言ってるわけですけど、はい、いやない状態で受け入れるっていうのは、ね、もう最悪ですよ、だから今でもその何外国人にいろんな、うん、あの権利を与えてお金を配って生活保護だとか、うん、そういうのをどんどんどん受け入れてしまってるわけじゃない、うん、日本人の権利はここまでっていうのもあまり考えずにいろいろ受け入れてしまってますよね、うん、逆にねそういうことをやり続けるとものすごい不満がこちら側にたまるっていうパターンもありますから、そうそうそう、たまるし、あとその、そういうのをこうそういう予算を、ね、削除しようなんていう話をすると、うん、日本は悪いことしたんだからそういう人たちを受け入れなきゃいけない、はいはいはい、朝鮮半島の人たちも受け入れなきゃいけないみたいな話を必ずする人がいるじゃないですか、うんうん、でも、いますね、いやそこの話も戻すんだったらちゃんとしようよと、うんうん、日本は朝鮮半島に対してはこういうことをして、うん、いいことをしてたんですよと、はいはいはい、そこまで一応ナショナリズムとして日本の歴史をちゃんと学んでから、はいはいうんないところでそれやっちゃうとやばいんじゃないかという。なるほどね。変えないですよね。はい。いや、これはなかなか、はい、我々もずっと、はい、多分、日本も直面する問題なんじゃないかなと、そうですね。すごい興味深いところだったんですけど、はい、非常にそこは、はい。思いますね、はい。なんとなくじゃないだと、はい、国際情勢をちゃんと分かりたいという人はですね、はい、CD がありましてですね。はい。で、まあ、今、新しい CD は、このリアリストニューム、はい。最新作は、こちらになっております、ね。リアリストニューム ですね。はい。あなたも日本人はやっぱちょっとリアリズムが分かったということで作りましたんで、はい、ぜひぜひお願いします。勉強になります本当に、はいはい、どこからやっていいか分かんないって人はこの基本ですね戦略の階層、はい、ここから入ってこちらから行っていただければ勉強していただけたらと思います。勉強しましょう。そして、はい戦略の階層の上の方なんですね、未来予測、ね、これがまあ非常に重要ですので、はい、戦略は未来のことですからね、はいはい、未来のことを勉強するということで、はいこういうのもあります、はい、そして3部作、はい、クラウゼ究極の3部作、そうです、クラウゼビッツ、はい、そうですね、知性学、はい、知性学、はい、これは僕の専門です。そして孫子、はい、この3つちょっと出揃いましたね、はい、ありますけれども、もう世界のね、はい戦略学が、はい、まあまあ分かるよと、これでまあまあ分かっていきますよというぐらい、はい抑えてます。この基本ですね。はい、そうですね。はい、そうですね。がっつり、はい解説をしております。